ロクタです。あなたははみ出してますか？毎朝9時少し前に出勤する。仕事中は自分の仕事に専念する。お昼ご飯を上司、同僚、後輩と食べに行く。あくびをしながらコーヒーを飲んで乗り切る。午後5時半になり、用事がなければ帰る。仕事が楽しくて働いていると時間を忘れるというわけでもなく、ただ自分の役割を全うする。社会のレールからはみ出さなければ、宿を借りてご飯を食べてデートをする。趣味に精を出す。大きなことはできないかもしれないけど、別に特に夢もないし、毎日がただ楽しければそれでよい。そう、とにかく問題さえ起こさないで周りの人とうまくやっていければ普通に生きていけるし、定年を迎えて退職金をもらって老後は遊んで暮らしていけるよ。だから今は退屈でもとにかく休まないで出社して、自分の気持ちを押し殺して、顔で笑って心で泣いて、本音は決して出さずに空気を読んで期待に応えて。ごめん、苦しい。悲鳴が聞こえても無視をして、なんか最近よく眠れないんだ。お医者さんに睡眠導入剤を処方してもらう。あれ、なんか最近顔が麻痺してる。お医者さんにかかる薬を処方される。ごめん、なんでかわかんないけど涙が出てきて止まらないんだ。いつの間にか会社行くことが恐怖になる。自分を抑えてきたことの反動かもしれない。そして上司からある日言われる。悪いんだけど君の椅子はなくなった。私がどこか良いところを紹介する。長年尽くしてくれてきた君には悪いが。いきなり暗い話ですいません。過去の日本は、サラリーマンは気楽な家業と来たもんだと植木仁さんがスーダラ節で歌ってたくらい、猫も杓子もとりあえずサラリーマン、とにかく良い高校、良い大学、一流企業というのが安定したレールのようなもので、実際に今の70代以上の人の中には、目立ちすぎず良い塩梅、まあ適度に仕事をこなして、気がついたら定年の年、第二の人生といって手軽になった海外旅行に行ったり、学生時代の趣味のバンド活動をしたり、楽しい人生を送られていると思います。少し前までの日本は確かにそれでよかった。むしろ野望を持たずに粛々と業務をこなし、責任が重く人生のほとんどの時間を奪われる役職にはつかない平社員をあえて選ぶ人もいた。ヒラリーマンという言葉もあったぐらいで、基本的に会社は食いっぷちを稼ぐ場で、趣味の世界で自己実現する、そういうスタイルの人が結構います。社会からも切り離されず、そして週末は本来自分がしたいことで輝く。生活をしていく会社員の方の方があるので、方があるので、とりあえず無茶さえしなければ生きていける。そういうふうに生きている人と、自分で何とかしないと明日の食事代すらままならない、下手をすると寝床の確保すら危ない、このビジネスを成功させる必要がある、手を抜くなんてありえない、そういうふうに生きている人では人生が全く違いますし、仕事に対する責任感も違います。
自分が仕事のイニシアチブ、つまり主導権を握らない人は、自分に物事を決定する裁量権がないので、自由に決められません。自動的に指示待ち人間になります。それでいいんですよ。だって、頼んでもないことを勝手にされては困るから。しかし、自ら動くことを奨励している、とにかくやることが多くて大変だというベンチャー企業などでは、時間がないため、指示を待っている間に仕事をする。指示待ち人間ではなく、自ら動く人間である必要があります。なぜなら、自分から動かないと何も起こりませんし、待っていても他の誰かがあなたに代わって仕事をしてくれません。俺はもともとが自ら動く人間なんですが、サラリーマンも経験したため、失敗をしないために指示待ち人間をしたことがあります。まあ、指示待ち人間も 100% 受け身というわけではないので、空気を読んでいい感じに動く必要があるんです。あ、六太君、例のあの件どうなった?というふわーっとした抽象度の高い、メタした、俯瞰した言い方で感覚的に言われても、すいませんが、何のことをおっしゃってるのかさっぱりわかりません。となってしまう可能性があります。ゼロから作る。俺は今、ゼロから、つまり何もない状態から、ビジネスでもグループでも何でもよいので、何かを作るってことに興味があるんです。なんでかっていうと、もし俺がビジネスをゼロから作ることができれば、何かに依存して生きていかなくてもよいからなんですよ。いつでも好きな時間に、好きな場所で、好きな方法で働くことができる。自分が何かしたいことが見つかる人にとっては、まさにうってつけのライフスタイルとなりますよね。もし自分には何も思い浮かばないなら、とりあえずはヒラリーマンするしかない。まあ、そのように考えてはいるものの、いつかはカフェを開きたいとか、ダンス教室を作って活躍したいとか、あなたに夢があるようでしたら、決して諦めないでください。お金がない?お金がないのは大きなネガティブ要素。確かにそうとも言えます。どこかにヒントがありませんか?と思っていたら、意外なところにありました。西野亮廣さんという人がいます。お笑い番組を見るのが好きな人は、もしかしたらご存知かもしれませんが、キングコングというコンビのツッコミです。そして背が高い方です。この西野さんがかなりすごいんですよ。六ちゃん、すごいって言ったっていろいろとあるでしょ?何がどのようにすごいか、説明してよ。はい、おっしゃる通りです。この西野さんはもともとは吉本のお笑い芸人ですが、漫才以外にもいろいろな肩書を持つマルチタレントなんです。しかもこの西野さん、資金がゼロの状態からイベントを仕掛け、すべてを最終的に黒字で終えています。ここに今の時代に乗っ取った最新のビジネスモデルがある。俺はとても嬉しくなってしまいました。ムーブメントは実はいくらでも起こせる。物事にどのように着目して、どのようにアプローチしていくか。そして、どのように人を巻き込んでいくか、それが大事なんだと思いました。人を巻き込むために、良質なコピーを作ることも必要です。あなたがもし、何か大きなことをしたいと考えていて、その方法を模索している、そんな状態であるならば、西野亮廣さんの動向を追うか、X ジュニアコピーライターとなるか、考えてみても良いのかもしれません。
あなた、はみ出してますか？